ドラえもんはたまに夢に出てくるけど、なんか理由、なんかさ、夢に出てくるドラえもんとか漫画のキャラってさ、やたらしょっぱくない？なんかリアリティ感増してるというかさ、いやなんかそのアイテムはみたいに理由つけて出してくれなかったり、なんか出したら出したりタブレットとか出してきたり、いや知ってるよ別にそれ買えるよみたいな、わかる？なんかしょっぱいや感じしない？別にドラえもんじゃなくてもさ、なんか推しヒロインとかさ、推しゲームキャラでもなんでもいいんだけどさ、なんかさ生活感にじみ出るというか、ドラ焼きの皮剥がしてあんこんとこだけ舐めてたり、そういうさ生活臭が半端なくて幻滅すんだよな。出てくんなと思うもん正直。ドラ焼きのさ個包装されてる OPP 袋とかを剥がしてるドラえもんとか別に見たくないわけ。端っこから剥がしてるとこ探してるドラえもんとか別にいらんでしょその描写。あのピーって剥がす細長いテープみたいなのをずっと探してるドラえもんとか見たくないわけ。でも夢だとそれ見せられててなんか幻滅してくるから求めなくなったな。いつからかしょっぱいだろそんなドラえもんって。もう PP 袋の開けるところ探してるドラえもんいらないだろ。僕もいらないと思う。幻滅させてほしくないわけ。夢見せてほしいわドラえもんには。え、ない？せっかく夢で会えたのに。やだわ。やっぱり3次元にね出すべきじゃないんだ、ああいう夢のキャラは。わらじ、いや鉄拳かな。あ、その声優さんとかが出てくるのは嬉しいよね。それ現実にいるからさ、アイドルとかジャニーズとか声優さんとかは僕も嬉しいと思うし違和感ないと思う。漫画のキャラとかはすんごい違和感あるよ。やっぱ現実の人は嬉しいよ。あれ、クマ行きますか。残り5分ある。行こうぜ行こうぜ。ファンタジーの夢も僕も見る。あのその魔法陣ぐるぐるの夢を高校時代とかよく見てた。でもやっぱりさしょっぱいんだよな。なんか変なところをフューチャーしてくるんだよな僕の夢。あの切りなしの塔のその攻略をしていて、毎日ドラゴン定期便に乗ろうとしたら、なんかドラゴン定期便のところになんかパチンカーがずっと座ってて待ってるのを、これ後ろに並んだら30分かかるねっていうのを逃げた人と話してるとか、そういう感じ。わかります？なんかしょっぱい。これ30分待ちだなって。しかもなんかしょうもない列だな。ジャージ姿のやつがいる。そんな感じ。冒険意欲薄れるだろ。一番目だ。夢の中じゃ全然走れないのは二つ。あ、そういうのは僕もよく見るよ。絶対目的地つけないやつな。そう、電車とか絶対僕やるそれ。地下鉄とか電車で、だ大通り駅で降りたいのに絶対降りられないの。一個右の西18丁目とかで降りるので、またその逆側の地下鉄に乗って行こうとして大通り駅に降りようとするんだけど、バスセンター前とかになぜか行っちゃうと。あるね。なんかから逃げてるらしいよそういう夢って。目先の課題とかからなんかから目をそらして逃避している焦りみたいなのが出てるらしいよ。あー奮闘よし。さあ僕クマやっとくわ。
まあ夢占いなんて根拠ないからさ言ったもん勝ち。大体なんか現実に不安がとか言っておけば当たるから。僕でも言えるわ、歯が抜けた。ああ現実に不満があるんですね。肉肉肉肉。そう全員当てはまる子言ってる。でもドラえもんが OPP 袋の端からフィルム開けようとしてる夢は多分出てこないんだろうな、夢占いのサイトでも。しょっぱすぎて、みみっちすぎて出てこないんだろうな。書いてあるとこあって教えてください。ドラえもんが好きなんですね。そうかもしらん。いや好きだよ、好きだ。繁盛を求め追い求めてたから好きだよ。人生の半分かけて。その妙に解像度高いししょっぱいんだよな。あの4次元ポケットのさ、よーく見たらお腹についてる4次元ポケット、よーく見たらちょっと黄ばんでるとことか見えたりして、そういうのを別にドラえもんに対して何か言ってるわけじゃないんだけど、ちょっとなんか夢の中でよーく見たら黄ばんでたりするのが非常に起きた時に残念な気持ちになる。ちょっと開け口が開けすぎてガバってたりしたり、わかります？4次元ポケットの開け口ぴっちり閉じてなくて、ちょっと毎回右手で開けてるところがガバってんのね、癖ついちゃってるとか。みんなクマを倒せ。そういうのがね嫌だな。5000ダメ入った。僕のスキルで5000入った。やばい、うわ死ぬか、許してくれ、僕は死ぬかもしれん。気持ちよくなってる。